こんにちは、シエラです。今日はまーちゃんのリクエストで久しぶりの再現レシピにチャレンジしていきたいと思います。今回作るのは漫画クッキングパパの第1巻に出てくる丸ごとザカレーです。野菜とお肉が丸ごと入ったシンプルだけど豪快でとっても美味しいカレーです。最後までぜひご覧ください。それではスタート。
それではクッキングパパより丸ごとザカレー完成しました。見てください、本当に柔らかく煮えてます。とってもいい香りがしてますので、早速食べていきたいと思います。漫画にある通りナイフとフォークで食べてみたいと思います。まずはお肉から。もうほぐれてますね。最高です、うん、中まで味がよく染みてます。次、崩れる寸前の玉ねぎも、うん、甘い、うん、トロトロで、でもただ柔らかいだけじゃなくて、お肉の旨味とかスパイスとかいろんなものを吸ってジュワーってとてもジューシーに出来上がってます。次は人参、今まで食べた人参の中で一番美味しいですね。なんていうか、まあ、もちろん人参なので結構甘さがあるんですけど、その中にフルーティーさが混ざってて、今までの人参とは全然違う味がします。美味しい。
では最後にじゃがいもも入れます。皮ごとやって正解でした。多分皮ごと煮てなかったら多分煮崩れちゃってたと思います。それでも中はすごくホクホクになってます。予想の何倍も柔らかいです。ではライスもスープに浸して食べてみたいと思います。このすべての旨味と甘みとコクがこのスープの中に溶け出しているのでやっぱり美味しいです。結構時間はかかったんですけど本当に作ってよかったなと思います。皆さんもよかったら試してみてください。じゃあまーちゃんにも食べてもらおう。お待たせしました。じゃあいただきます。すごいなこれ、うん、形がしっかり残ってるのに、うん、こんなに柔らかくなるんだね、うん、フルーツみたいな、うん、普通のカレーと違って、うん、いいな。いつもやると大変だろうからたまに。ごちそうさまでした。